小坂健治は日本の政治家、衆議院議員、参議院議員、文部科学大臣、参議院憲法審査会会長、自民党参議院幹事長などを歴任した。1990年代前半は一貫して羽田勤の側近であった。1993年に自民党を離党し、羽田が率いる新政党に入党する。その後も羽田に従って新進党、 大洋党、民政党と渡り歩いたが、羽田が、菅直人元厚生大臣率いる、旧民主党への合流を進めたことに反発。民主党には合流せず、無所属の期間を経て、自民党に復党した。2008年自由民主党総裁選挙では、石場茂の選挙責任者を務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙において、自由民主党公認で、 長野一区より立候補するも、民主党公認候補の篠原隆氏に及ばず、比例復活もできずに落選した。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に比例区より立候補し、当選。その後、同党の参議院幹事長も務めた。2011年4月14日、東日本大震災の復興補正予算が議論される、中、 復興予算年出のための ODA 削減案に反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねる。2011年10月21日、参議院憲法審査会の初会合において行われた会長選出選挙で江田さつき前参議院議長を1票上回る23票を獲得し、会長に就任。2015年11月25日、 アクセリンパ種の治療専念のため、第24回参議院議員通常選挙に立候補しないことを明らかにした。政治活動は継続する意向を明らかにしていたが、小坂家から後継候補を擁立しなかったため、帝国議会以来続いた小坂家の国会議員として、議席はひとまず終焉を迎えることとなった。2016年4月21日、水月会に入会した。 同年10月21日、アクセリンパュのため、東京都新宿区の慶応義塾大学病院で死去、70歳没。政府は11月11日の閣議で、13人除するとともに、朝日大受賞を送ることを決めた。総祖父は、小坂財閥の創業者で、政治家としても活動した小坂善之助。 祖父は、品の毎日新聞社主や電源開発総裁を歴任し、政治家としても活動した小坂淳造。王子は、品の毎日新聞社長を務めた小坂武雄。父は、外務大臣を務めた小坂善太郎で、叔父は、運輸大臣を務めた小坂徳三郎。おばの百合子は、経済学者のみの部良吉に嫁ぎ、みの部が、 東京都知事に就任する前に離婚した。その三人の息子は小坂生に改正し、長男は小坂の秘書を務めていた。大場の春は第十三代日本銀行総裁の深い英語に嫁ぎ、その長女、優子は天文学者の萩原雄介に嫁いだ。雄介の三男で日本テレビ放送網社長を務めた萩原敏夫はまたいとこ、雄介の孫で、 読売テレビアナウンサーの萩原明良美と札幌テレビ放送アナウンサーの萩原孝尾はまたいとこの息子にあたる。ママ母の父は第一次、この絵内閣で拓務大臣を務めた大谷孫雄である。妹のマリコは大谷孫雄の孫である岡崎財閥の岡崎正夫妻。2009年、第45回衆議院議員総選挙の自民党。 マニフェスト策定プロジェクトチーム座長に内定している菅義偉選挙対策副委員長が親の地盤を引き継ぐ世襲候補の立候補制限を公約に盛り込むよう提言した。菅の案は現職は適用外としたが指定を後継にする場合には選挙区会が必要になるというものである。4月17日、小坂は当役員連絡会で もしそういうことなら私は世襲のゴンゲです。本当に帰省するなら、党から出ていくべきだということになる。私も覚悟を決めなければならないと勘の案に反発した。ちなみに2009年まで第1回衆議院議員総選挙で当選した衆議院議員の子孫で、かつ現職の衆議院議員だったのは小坂ただ一人であった。ありがとうございます。